いや見た方がいいよな。だってもうドラマなんてちゃんと見たら最後何？最後に見たちゃんとしたドラマ何？俺マジでクソ遡るよ多分。マジ大学時代一個も見たことないもん。ちゃんとしたドラマ見たことだから高校時代だ、学生時代、香川県時代まで遡るから俺マジで極戦とかかも。ガチで俺 GTO とかかも。次はあなたの番ですよ。あれ結構流行ったよね。見てないで、イカゲームとかもなんか3話ぐらいまで頑張ってみようたんやけど、なんかその HH フレンズがいてね、私の HH フレンズがいたから、 HH フレンズがネットフリックスのアカウント持ってたから、それでなんか一緒に見させてもらってたんだけど、 HH フレンズとのあの音信が普通になってしまい、イカゲームを、私のイカゲームを終わってしまいました。イカ覚醒ゲームを、イカゲームを、イカ覚醒ゲームを終わってしまいました。マジ悲しいわ。悲しい。どっちも同時に終わってた。もう全てを失った俺は。それと同時に何もかも2つのイカゲームが同時に終了した。その瞬間にやりましたわ。何も残らんかったマジで。だからもう分かんない、なんかあのようこからせんべいをなんか針でぶったたいてなんかほじくるみたいなやつのところで終わってる。いや違う、綱引き見たぞ。でも綱引き見たな、なんかあの負けた方落ちるみたいなやつ。あそこまで行ったわ。